この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。お兄さん、ただいま。おい、腹減った。飯はなんだ。今日は酢豚。心読まないでよ、水死姉さん。野菜はいらんから肉だけにしろ。アシス姉さん、今日のお日様はイチゴ味だよ。いや、それは聞いてない。待ってて、すぐ準備するから。父さんと母さんは捕まった。彼らはいわばマッドサイエンティスト。彼らにとって僕たち兄弟は人体実験の道具で、僕だけは唯一の例外だった。光合成のテストよ。あなたはこれから水しか飲んじゃダメ。はーい。アニス、勉強の時間よ。アイスリ、これが終わったら次は狩りの時間よ。よっしゃ。タニス、家庭教師の先生が来られたわ。立て、人間になりなさい。遅い。タニス、勉強の時間よ。かぶってみて、何が聞こえるか教えて。タニスは早く寝なさい。両親が捕まってから初めて気づいたけど、生活って大変だ。あれは見つけた。トウ、おてんばさんね。せっかく買ってきたのに。ちょっと見てくるね。いつもうまくいかないんだ。それじゃあ外へ食べに行こうか。何する？ゴキブリか？セミか？僕たちが食べられるものかな。私は大丈夫。お日様と水さえあれば。私もパス。外はうるさい。ほら、夜は日光もないし、アイスリも。まあ、いっか。いいから、ついてきてよ。日本の有名なアニメーション監督、宮田氏が、先日発表した宣言を撤回しました。どうなるのか様子を見てみよう。できることなら、こんな薬は二度と使いたくはない。次のニュースです。先日、孤島の研究所にて発生した謎。
らっしゃいませ。何名様でしょうか？5人です。お茶お待たせしました。これは何？茶碗を洗うんだ。お茶を飲む前にするんだよ。こんな風にね。めんどくさいってアイスリ姉さんが。お前だって思ってるだろう。こうやって店員さんへ感謝を表すんだ。それから料理を注文するんだよ。食べたい料理の名前のところに印をつけて、おしまい。にやーっとしやがって、まだ食ってもいねえのに。きっとここのお店が好きなんだよね、タニちゃん。だって僕らが初めて普通の家庭と同じように揃って食事ができるんだ。だから、あ、夢だったんだ。お待たせしました。お、来た。じゃあ早速冷めないうちに。うわ、この犬どこから入ってきたんだ。うわ、すみません、ごめんなさい。ワンちゃんダメよ。暑いならこのお箸を使えばいいと思うよ。うわぁ、溶液を吐いちゃダメだよ。うるせぇ。アシス姉さんも食べてみてよ。ん？大丈夫。おい、水死姉さん。いらない。なんか臭いよな。気分悪くなってきたわ。うるせえな、あいつら。勘弁してくれ。早く逃がしてちょうだいよ。うるさい、臭い、帰ってほしい。不釣り合い、汚い、気持ち悪い、消えてほしい。いけない。僕たちには頼れる人もいないし、お金だってあるわけでもない。でもみんなは普通の生活を学ぼうとしない。このままじゃいつも、いつかどうなるってんだ。黙って聞いてりゃごち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 ゃ言いやがって。俺たちは普通じゃねえ。だがそれがなんだ。なんでお前の言う普通にならなきゃいかんのか。お前の言う普通ってのはそもそも一体何だ。それは、君はここから出たことがないのかい。外の世界はね。その時から僕はみんなと外の世界で生きてみたいと思ったんだ。でも結局そんなの僕の独りよがりだったんだね。おスノー兄さん、アシス姉さん。おい、こら犬くろ。僕
奥のワンちゃんはこういう雰囲気苦手だし、お箸も前から使ってみたかったしね。思ってたより難しいね、これ。タニスはよくできるね。練習すればすぐだよ。ほら。どんな風に生活しようと、僕たちが僕たちなのは変わらない。ほら、アイスリ姉さんも。何見てやがる？文句あんのか？あ、いや、とにかくみんな食べよう。おいしい。私のキノコいる？注意カを持ってこい。もっといっぱい。ゆっくり食べよう。誰かさんがまた騒いだら、外食は今回で最後だって。タニスが。ん？誰のことだ？そんなこと思ってないよ。みんな来られて楽しいんだから。水死姉さんは余計なこと言わないで。やっぱりお行儀悪く見えるから、お箸は片手で持つといいよ。ほら、こうやって。わかったよ。みんな、実はフォークっていうものもあるんだけど、使い方はこう。はじめからそれを出せ！ありがとうございました。さっきの客たちなんかすごかったね。ほんと、コスプレして手品までできるんだもん。はあ、どうかした？ああ、私の居場所なんてなかった。壊れてただれた視界の先に君の音が。なんだよ、泣いちまうくらい高かったのか？なんでもない。タニス、ちょっと思い出しちゃっただけ。変わり者だらけで大変だけど、みんなと一緒ならなんとかなる。僕たちは家族だから。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。